今の特別賛美歌ありがとうございます。今日のお説教のテーマに合った素晴らしい希望を与える賛美歌で、私自身も励ましになりました。ありがとうございました。なぜお説教のテーマはなぜ終末を語るか、ね、で私たちは、どういう時代に住んでいるかをもう一度確かめて、本当にやがて天にて神様とお会いでき、神の御国に住めるという希望のゆえに、信仰生活の喜びを味わいたいと思います。で、はい、で私たちが終末を信じている理由はですね、イエス様の御言葉です。イエス様が警告された通りに、世界に今一つ一つ皆さんの前に起こっております。だからイエス様の御言葉が故に、あ、今はどういう時代に住んでいるか、今何が起こっているかを理解する中心は、あくまでも世の中を見てじゃなくて、御言葉を通してこの世界に起こっていることを判断しております。私が1月の1日ですね、メールでインターネットでですね、おめでとうございますっていただきましたのでですね、その方の最後の言葉に、今年もいい年だ、この方は多教派のクリスチャンなんですね。でブラジルの、アマゾンで開拓伝説の時にお出会った方ですけども、その方ですね、今年も明るいいい年でありますようにって書いてありました。まあ、この方教会員でしたから、多教派のですね、いいえ、いい年とは思いません、明るい平和な年になりますよって言うんですが、いいえ、聖書の言葉によれば、ますます世の中が悪くなります。同時に、御言葉に、この世がますます道徳的にも、だから苦難の時代が来ますよ、こういうことをですね、私は返事として出しました。でそして1月の3日ですね、この見るとですね、この皆さん写真は分かりますか。これは1月の今年ですよ、2020年の1月に発表された、あるアメリカの原子力科学者たちのグループの雑誌の表紙なんです。今年2020年ですよ、終末時計。これはですね、世の中の終わりが0時とした場合、あと何分残ってるか、このことをこの世界の将来を心配する科学者、原子力科学者たちの発表なんです。何分だと思います？こうしました、地球滅亡まで残り時間はあと100秒、あと100秒。2019年は2分でした。でも今年はあと100秒しか残ってない。これ真面目に世界を眺める方々の考えなんですね。皆さんいいでしょうか。皆さん何ピンときますか。でそのわけですね、1月の1日にこの世界に今年も平和が来ますよっていうメールをいただいたもんだから、いいえ、聖書のことを読めば、その方聖書読んでいらっしゃいますから、いいえ、もっともっと悪くなって平和な明るい社会になりませんよって返事をいたしました。そして1月3日、もう私ドキッとする事件が起こったんですよ。1月3日何が起こりましたか。これは朝日新聞の記事ですけども、イランが報復で凍る世界、もしこの世界が凍りついたと私も思いましたですよ。でアメリカ のイランの司令官をね、ドローンでもって殺したときですね、あ、世界の第三次世界大戦が起こるんじゃないかと、私の心も凍りつきましてですね、ああと思ったんですよ。で世の中も皆さんはですね、でもこれだけじゃなかったんですよね、はっきり言って。でこの問題はもちろん解決していませんので、これからもっとこの関係は中東を通して起こってきます。でもここまでは皆さんですね、ああこれは日本と関係ない他世界の、ね、他の大陸での事件だ、あまりピンとこなかったですよ
ね、まあ、中東問題、ね、あまり皆さん身近には感じないと思いますよ。これはどうですか。これはオーストラリア大陸です。やっぱり、ね、皆さんもご存知、去年からずっと温度が、ね、もうの42度。どうですか皆さん、もう体温よりも増えるんですよ。42度の図がずっと何ヶ月に続いた。もう完全に土地はカラカラに乾き切ったために、ちょっとしたあれでもって森が焼け始めたですね。そしてですね、森だけじゃなくて森に住んでいる何千億っていうですね、動物たちも死んでいった。こういう事件が起こったし、今も起こって、ね、結果砂漠化した土地はですね、ちょっとした風でもって、砂漠になってです、ね、なりましたですね。はい、雨が降らないんですよ。42度。はい、そして今度は雨が降ったらですね、今度は大洪水になってですね、シドニーのあたりが大変でしたね。で、この、見ますとですね、日本右側ですけども、これ日本の新聞、朝日新聞の記事ですけども、日本の国土、日本の国土面積の半分が完全に消失した。はい、皆さんも読まれたでしょ。日本の国土の半分が完全にもう燃え切った。これがオーストラリア大陸です。でもこれはまず皆さんですね、ああ、これは他の大陸の事件だからあんまり日本にはかと思うかもしれませんね。いやいや、まだまだ続きますよ。これはですね、アフリカ大陸です。アフリカ大陸、国連が非常事態宣言をしました。で、大雨が続いたからでしょうね、イナゴが大量に発生したんです。はい、そしてですね、この、まあ、写真でありますようにですね、ソマリアとかエチオピアとかケニアですね、この辺のほとんど全部が大陸されたイナゴの大群。これは聖書にも繰り返し書いてある言葉ですよ。はい、そしてですね、これがまだ進行中なんです。進行中、これはイナゴは風に乗って動きますから、今ですね、サウジアラビアのオマーンのあたりを通ってですね、おそらく今年の6月頃までですね、パキスタンやバングラデシュのあちらの方まで動いていくんじゃないかって言われています。はい、だから皆さんですね、これは本当一言ではないんですよ。飢饉の問題、いろんな野の獣の問題、それからまた戦争の問題、もうあらゆるものが全部絡まり合ってるんですね、皆さん。でもこれを見てもですね、まだこれアフリカ大陸の問題だからちょっと遠いと思いますよね。しかしもっと身近な問題が起こりました。これ皆さんも今感じていらっしゃいますね、この問題。これはもうですね、なんか今、はい、大きい問題ですね。で、この子に新型です、ね、コロナウイルスは人類への警鐘と書いてますね。警鐘って何ですか。警鐘ってのはですね、ね、この世がどんどん悪い方向に行ってるよっていう鐘の音が鳴ってるんですよ。私たちは間違った道、悪い方に行ってるよっていうですね、それを私たちに告げてる。これはニュースウィークっていう記事ですけども、雑誌の載っております。はい、だから世の中の本当に真面目に考えるとですね、今がどんな時代か、何が起こってるか、とか問題はですね、こういうのがあっても人間が夢中に、何かに夢中になっていると聞こえないし見えないんです。例えば日本だったらオリンピック、ね、何が何でも成功させたいと思ってね、もうその一つのことに夢中になるとですね、他の大切な問題が聞こえなくなるし、見えなくなるし、感じなくなっちゃう。これが問題なんです。いいでしょうか。皆さんは違うと思いますけども、この世はですね、お金儲け、あるいは健康問題、あるいは快楽の問題、いろんな問題あってですね、もうそれに夢中になっているときはですね、なかなかもっと大切な問題に気がつかない、目が覚めない。これが大きい問題ですね、皆さん。で、イエス様のお弟子さんたちがですね、こういう質問をしました。そこで彼らは尋ねた。
先生ではいつそんなことが起こるのでしょうか。彼らはですね、エルサレムの神殿が完全にめちゃくちゃになる、大阪城の石みたいなあの大きな石が全部潰れちゃう、転んじゃう、こんなことありえないと思ってますから、そんなイエス様いつ起こるんでしょうか、質問したんですね。そんなことが起こる場合にはどんな前兆がサインがありますか。マタイ伝のあごめんなさいルカ伝21章17の、ね、イエス様ははっきりとですね、私はこの事件が起こる場合です、ね、こういう前兆があると言われました。それから彼らに言われた、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。もう各国が戦争の準備してますよね、はい、また大地震がある。国籍しますね、あちこちに何て言いますよ、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆がある。これルカ伝21章読んでくださいね。イエス様がですね、こういうサインを見たら何が来るか、目を覚ましなさい、もうこのようなことに心を奪わないで準備しなさいって言ってらっしゃる。間違いですか皆さん。本当にですね、イエス様は世の終わりに何が起こるか、私の来る前に世界が平和になってとは書いてません。逆の方向を書いてます。戦争のこと、大地震のこと、疫病のこと、飢饉のこと、こういうサインが追加ついていく。その時に目を覚まして、目を覚まして準備しなさい、心をこの世からイエス様の方に向けなさい、こう私たちに語りかけていらっしゃいます。さっきの新型コロナの絵がありますね、ああいう感じですね。だから王冠みたいな感じなんですね、はい、問題はこれは普通はウイルスの場合はですね、発症してから人に移しますから一応サインですけども、これはまだ感染してるのに自分自身が感染だというか気づいてない、その段階からもう人に移す、これ怖いですよ、はい、我々もですね気づいてない。ラオデキア教会はその問題ですよ。生ぬるいっていうのはですね、いろんなですね薬があったとしてもですね、全然自分が病気だと気づいてない。だからですね、イエス様に真剣に求めない、こういう問題になってくる。我々の問題はですね、ああ自分は結構ね真面目なクリスチャン生活を送っている、あるいは人に悪くてもしない、ね、まあ、結構まあまあの人間だと思っているからですね、気づいてないもんだから真剣にならない、なれない、この問題、これ我々の問題なんですよ。しかしサインはイエス様次から次へと出していらっしゃいます。そのサインをどの点で気づくか、どこで気づいて方向転換するか、これが私の問題です。あるクリスチャンたちはですね、これ中国の中国人の教会の方々はですね、もう命がけでわざわざ武漢に行って伝道しやしたの、はい、マスクを人に配りながらですね、イエス様のことを語っている、こういう方もいらっしゃるんですね。はっきり言ってもう命がけでですね、黄色い防具服を着ましてね、まだまだ中国アメリカから武漢に行ってこういうのを、ね、伝道してらっしゃるクリスチャンの方々もいらっしゃいます。我々は何かやっぱりすべき時だと思いますね。まあいろいろなこのサインは出ますね。ちょっと今日はこの時間の関係全部飛ばしますけどもですね、まあ、こういうこのエレン・G・ホワイトのことですけどね、神の御霊は徐々にではあるが確実に力取り去りつつある。神の恩恵をあざけう者たちの上に災害や刑罰が下っている。戒律の災害、社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それらは最大規模を持った事件が近づいていることを予告している。今亀裂しているんだ。これからまさにもっと大きいことが起こるということで、我々にサインを出してらっしゃる。でも、心は完全にですね、神様の声に聞こうとしなくなった場合どうなるんですか。もう御霊はその方働けなくなるんですよね、皆さん。だから、
いろんなことを通して、このコロナを通して私たちに目を覚ましてですね、このようなものから、この世界には一人の神様がいらっしゃる。ここに心を向けるように、神様は悔い改めを我々に教えていらっしゃるんです。今期のダニエル書にですね、ダニエル言いました。天には一人の神様がいらっしゃる。神様があなたにこのダニエル2章の夢を教えた。天には一人の神様がいらっしゃる。これが中心ですね。はい、我々もですね、偶像の神々、あるいは日本には八百万がありますけれども、そんな神が当てにならない。これを皆さん本当に真剣に人々に伝えるのが我々の教会の働きだと思いますね。で、修法にも書きましたけれども、で、人間は素晴らしい進歩と知識とを盲目的に誇っている。まあ今は便利な時代ですよね、はっきり言って。もう本当にも便利な時代。もう本当に必要なものは何でも与えられる。素晴らしい世界に住んでますね。で、巨大建物がありですね、もうあらゆるものは便利です。だそういうものばっかり目を向けているからですね、夢中になっている人間は。しかし、神様の視点は違うんです。人間の目は自慢しますけども、高ぶりますけども、神様の視点は、だが、天の感謝は、地の堕落と妄逆に満ちているのを見ていらっしゃる。この違い。どの視点でものを見るかによって全然違ってきます。はい。我々は、ね、日本はこんなにいっぱい持ってますよ。ね、こう言いたくなるんですね。はい。これも日本製、これも日本製、日本製って言いますね。いいえ、神様の見方は違う。もう日本の今の社会を見てもですね、愛が冷えて家庭の中まで入っているのを我々は見ておりますね。はい、これおかしいんですよ、はっきり言って。一言ではないんですね。しかし我々はですね、どこに視点を置いてものを見るかによって全然見方が違ってきます。天の感謝は地の堕落と妄逆に満ちているのを見ていらっしゃる。はい、我々もどちらの立場に立つか、神様の視点に立って物事を見ましょうね、はっきり言って。で、この惑星を救えるのは誰か。これは本当に私たちにとっては大きな責任があります。さあ、そこでですね、今日はたくさんあるんですけども、一つだけに焦点を絞りましょうね。宗教界にはどのようなサインが、世の終わりの印があるか。これらを焦点を絞って考えてみましょうか。皆さんもご存知のですね、中世1000年間、1260年間、この世界を支配したのはローマカトリック教会のローマ教皇でしたね。はい、1000年間だから、我々は、ね、高校時代暗黒時代って勉強しました。はい、もう暗黒時代、もう完全に真っ暗な文明が、ね、はい、でところがナポレオンが出てきました。ナポレオンね。でそしてとうとうナポレオンはローマ法を捕まえてバチカンからフランスに連れてきて、アビニョンという刑務所に放り込んで、そこでその法はなくなりました。で、黙示録13章3節には死ぬほどの傷を受けたと書いてます。もう死ぬほどの傷というのはもう致命傷なんですよ。致命傷だから死ぬはずだったんでしょ。死ぬほどの傷を受けた。これが1798年の2月17日、今から200年前です。今から200年前。こうして一旦このようなわけで、権力のから完全に隠れるというか、なくなっちゃったんです。こうして文明開化があって、近代のヨーロッパがあって、世界のいろんなものが起きましてですね、人々は明るい、ね、人生を考え始めましたですね。今から200年前ですよ。ところが、皆さんの生きていらっしゃる時代、皆さんも経験している時代ですね、1929年、第二次世界大戦、ね、イタリアにムッソリーニという総理大臣が生まれました。その方はですね、カトリック教会と契約を結んで、ラテラの条約といいます、ね、で。もう一度、このバチカンに国を作ってよろしい。ね、致命傷を受けたカトリック教会は自分の国を作ることを条約結んで許可したんです。ちょうど東京のディズニーランドよりももっと小さい国
世界で一番小さい国作った、これバチカンの印象が、こうして致命傷を受けた傷が治って少し新しくまた起き始めた。これが90年前でした、ね、第二次世界大戦の時、90年前、いいですか。そして今度はですね、1984年にはアメリカのレーガン大統領ですね、この方がバチカンに大使を派遣した。だんだん中の方で入ったんですよ。でもこれは考えられない事件なんです。本当はそのヨーロッパで迫害されて、ね、そこから逃げるためにアメリカにやってきたんですよ、はい、こうしてもう本当に命からがら逃げた国が今度はもう一度ですね、今仲良くしようって完全に方向が完全に変わり始めたんですよ、はい、でバチカンに言ったこれは35年前でした。35年前よ。そして今度はですね、アメリカとソ連とが対立しましたね。どうしたら共産圏の国を滅ぼせるか、ね、その相談をレーガン大統領とローマ法王とが話し合いして、このあれですね、ザ・ホーリー・アライアンスと言いますね、聖なる同盟と言いますけども、結んで、そしてついに共産圏の国を潰しましたですね。皆さんもご存知でしょう。で、ソ連共産党の書記であるゴルバチョフさんがローマに訪問して、ね、宗教、宗教を否定したことをですね、宗教は愛だとか言って否定したことを許しがたいって謝りましたよね。皆さんいいでしょうか。で、この真ん中の絵はベルリンの壁がですね、壊れた時の絵ですけども、こんな形でいいですか、考えられないことがどん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 皆さんの目で起こっているんですね。これが30年前ですね。今何が起こってますかですね。4年前ですね。で、1985年で彼はローマ法王はアメリカにやってきました。しかも考えられないですけども、アメリカに来た方は何人もいらっしゃいますよ。今度はですね、アメリカの国会が、ね、立法を作る国会がこの人を呼んだんですよ。国会法律を作るんですよ。その国がですね、アメリカの憲法はですね、政治家と宗教家は仲良くしちゃいけない、権力を持ってはいけないって書いてます。はい。とは権力を作る、ね、国会議員全員集めて、その前でこの宗教指導者が演説をするんですよ。初めてなんです、こういうことは。で、これですね、この時は皆さんもニュースになっても、みんな国会議員全部が拍手して迎えてましたね。はい、そしてその後、今度国連でも、すべての全世界の指導者を集めて、そこでも彼は演説して、ね、この場合は環境汚染の問題はですね、もう環境汚染の問題は政治家にはもう任しておれない、政治家口ばかりで任しておれない、こうして自分が乗り出すことを始めましたね、はい、だからもう宗教問題であれ、政治問題であれ、環境問題であれ、家庭問題、全部に今口を出し始めましたよ。まあ、言ってることはみんなもっともなことだから、この方がリーダーになっていただければ、ね、致命傷を受けて傷しながらどん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 と治り始めて、今では本当に人々がもう頼れる、政治家は頼れなくて、これは頼れる、こう世界は考え始めました。雰囲気がもう本当に変わりました。これは昨年です。昨年ですね、でマホメット教の発祥の地に法は乗り込んでいって、そして、そこのイマームって言ってですね、イスラム教の最高指導者とお会いして、サウジアラビアの王様ともお会いして、そしてですね、ね、世界を平和にしましょうっていう話をしました。これ日本で言ってはこういうことなんですね。富士山にね、登るのにみんな入り口いっぱいありますよね。
登っていって最後は、ね、頂上に来る。宗教はいっぱいあるけども仲良くすれば、ね、みんな救い世界が平和になる、こういう考えなんですよ皆さん。これは皆さんとは合いませんよね、はい、どの宗教にも平和がある、救いがある、だから仲良くなってですね、やったら世界が平和になる、こういうのをリーダーに今担ぎ上げられたんですね。いいでしょうか。これは皆さんもご存知ですね。いよいよ日本もですね、とても仲良くなりました。ね、この面白いのはフランシスコ・ザビエルってですね、この方も名前はフランシスコ・ザビエルですね。この方も今の法も全部イエズス会なんですよ。イエズス会というのは宗教裁判とかですね、恐ろしいいろんな残酷な刑を作ったグループですよ。でこのイエズス会、見かけはこの羊の皮をかぶってますけども、はい。でまあ、日本の、ね、天皇陛下にお会いされたし、安倍首相にもお会いした、はい。本当にですね、もう本当世界のところを歩き回って世界中から本当にもう頼れる方としてですね、この方は今本当に喜ばれ、みんなからですね祭り上げられていますね。聖書にはこう書いてますね。その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れて、その獣に従うって言うんです。ちょっと皆さん大事な予言で、皆さんぜひとも知っておかないかんから、黙示録13章ちょっと開けてください。黙示録の13章、これ皆さんぜひとも、ね、僕は読まなきゃいけませんよ。自分で読んで御言葉によってですね、自分のどこにいるかをはっきり立ち位置を決めなきゃいけない。黙示録13章いいでしょうか。13章の、まあ、2節から言いましょうね。これはカトリックですけども、私の見たこの獣はローマカトリックですね、豹に似ており、黙示録ダニエル書7章で勉強しましたね、足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった、ね、いいでしょうか。で熊はバビロン、熊はペルシャ、ね、ヒョウはギリシャ、ね、次はローマですね、はい、でこの3つを全部持ったような獣なんですね。竜は自分の力と大いなる位と大いなる権威とこの獣に与えた。もちろん竜は悪魔です。この世界を操っているのは、背後で操っているのは悪魔ですね、はい。いいですか。3節、その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れて、からもう敬うって意味ですね、褒めたたえるって意味ですよ、褒めたたえて、その獣に従い。そしてまた4節、竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようか。ここですね、全世界がですね、拝むっていうんです。拝むってどういうことですか？礼拝なんです。拝むってのは礼拝なんです。金儲けじゃないんです。全世界がですね、竜と、その竜が権力を与えた獣を拝む時代が来ると予言しています、はい。で11節には別の獣が出ますね。これは力生まれた獣ですね。これはアメリカですけども、アメリカとこの仲良くなって2つが世界を引っ張っていくというのが予言です。だから決して聖書は中国が世界を引っ張るとは書いてませんよ、はい。皆さんどうぞ御言葉が正しいかどうか、今世界で起こっていることですから、どうぞ皆さんですね、御言葉にもっともっと心を向けて、正しく世界の行くべき道をね、はい、もう警鐘は鳴ってます。それに従うか従わないかですね、それが私のもう選びです、はい。じゃあ次行きましょうね。この家庭、この方が着ているこの兜っていうか、見てます、思うのはマリアさんなんですよね、はい。マリアさんが中心なんです。
で彼らの考えではこれ皆さん驚きますけどですね、イエス様がなぜ罪がなかったか、これ皆さんね、はい、それはですね、カトリックの考えではマリアさんが罪がなかったから、罪のないマリアさんから生まれたからイエス様は罪がなかったと、驚きでしょう、はい、マリアさんが罪がなかったからイエス様は罪がないんだ、 いえ全然逆、どうしてマリアさんが罪がない、もうこれはあのローマ法がマリアの無限、でですね、罪がない宣言しましたね、はい、無限に解体ですね、はい、だからカトリックの父はマリアさん、はい、マリアさん、だからよくイエスさんを赤ちゃんとして書いてありますけどですね、お母さんのマリアさんが中心ですね。こうして将来ですね、新世界秩序、ね、新しい秩序が生まれるときに誰がリーダーになるか、これはですね、いろんな方々は予想しております。もっぴり言いますけども、ローマ教皇の方ですけども、肩書きですけども、神の子の代理者、要するにイエス様の地上における代理者というんですね、地上の神、法はこの地上において全能の神の地位を占めている、神そのものであるがゆえに、すべてのものはローマ法王に対して敬意を表し、絶対に服従しなければならない。こうしますね、はい、だからあのローマ法の無謬説と言いましてですね、ローマ法は絶対罪を犯さないって言うんです。じゃあいろんな過ちを起こしたんじゃないかって言ったら、いえ、それは子供を犯した、私はしなかった、で親はだから子供に代わって頭下げるだけであって、私は犯してない、これはもうローマ法は無謬説、神だから罪を犯すはずがない、こう考える。本当に皆さんですね、驚きでしょ、はい、イエス様の神様をですね、自分を横取りする。だから今日勉強したダニエル書8章の予言、ね、こういう大いに高ぶって天に逆らい、ね、真理に逆らうことを出すということ、どうぞもっぺん今日勉強したことを書いて読んでくださいよ。ダニエル書8章に書いてあります。さあ、そこで私は何も予言のこのすごいでしょと言うために来たんじゃないですよ。で、私どもの信仰にとって終末の事件を詳細に知ることが第一でしょうか、それともイエス様との親密な結びつきを確認することが大切なのか、これを今日しっかりと頭に入れてほしいですね。地上はまさにですね、警鐘を鳴らした悪い方向に向かって進んでおります。そういう中で信仰生活を送らなきゃいけない。世の中とともに流されるなら簡単ですよ、行けばいいんだから。でも流されないで竿を刺す、逆の向く、とても大変なことなんです。そのためですね、自分の力ではできないと思います。できません、はっきり言って。イエス様と共にあって初めてできることなんでしょうか。だからイエス様と自分の関係がしっかりしなかったら、これはもう本当に流されます。はい、だから自分の信仰がですね、なぜ礼拝するか、なぜ日々の生活に、ね、イエス様と祈りながら良い選びをするか、選びをするのは皆さんですね、はい、力はなくても選べます、ね、神様が力を貸されます。この二人三脚でクリスチャン生活は成り立っています。で、この世の神様はですね、世界の宗教指導者を集めて、ね、世界を平和にするためにこうすればいいって言ってあってますよ。しかし私たちはですね、その考えが間違っていることに気づきますね。さあ、そこでイエス様はこう言われました。で、我々の信仰生活においてですね、とても危険なのはですね、あなた方は宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに思いがけないとき、その日が罠のようにあなた方を捉えることがないようによく注意しなさい。人の子の前に立つことができるように絶えず目を覚まして祈ってなさい。問題はですね、まあ、皆さんはもう真面目な立派なクリスチャンですからですね、宝珠ね、で、ね、したい放題のそんなことはしないと思いますね。またお酒もうまいかもしれない。しかし、ね、世の患いが来るんですよ。心配事は、悩みは、
クリスチャンになっても家庭の問題、社会の問題、仕事の問題、病気の問題、いろんな問題ですね、悩みが増えるんです。それに心が支配されるとですね、目は自分ばっかり、自分に向いてですね、神様から目を離してしまいます。世の患い、これはもう心配事は、悩みは、不平とか不満とかですね、これは内側から溢れ出る。肉の心はですね、持って生まれた憎しみや妬みや怒りや心配、これはですね、ちょっと油断すると全部出てきて、それでこの不安になるとですね、人間はもうの大切なことをですね、置いておいてそちらの方に夢中になります。どうぞ皆さんですね、イエス様はっきりとですね、世の災いのために心が鈍る。否定はしない。否定はしないけれども、心がですね、もうちょっとですね、なる。これが問題。皆さんの信仰生活にもう向いてますか？あるいはイエス様向いてますか？それとも自分のことで心配でそちらの方に向いてますか？はい。これはとても大切な問題。時は迫っている家にもっともっと真面目に考えると思いますね。我々は、善と悪の大争争の最後の時代はいつ始まりました？聖書の世の終わりはいつ始まりました？皆さん、1260日が終わったのは何年ですか？538年から始まったローマ法の暗黒時代、いつ終わりました？これちゃんと覚えておいて。1798年に終わりましたですね。これちょっと皆さんどうぞ、1260年から538年から1798年、ね、ちゃんと頭入れておいてくださいよ。ここから終わりの時代が始まりました、ね、はい、ローマ法が致命傷を受けて、ね、ナポレオンに捕まられて彼は一度消えたんですよ。致命傷を受けたんですよ。この時に世の終わりが、新しい時代が始まったんです。でも終末時代の今どこにいますか？真ん中ですか？3分の1終わったですか？今終末時代の最後の時の印を今我々は今見ているんですよ。大地震であり、疫病で、ですね、まさにイエス様やと起こってですね、最後にはものすごい前兆が続くと書いてますね。ルカ伝21章もぜひとも読んでくださいよ。はい。だから自分の信仰がですね、まあ、生きてるうちは大丈夫だろうなって、こんな信仰を知ってて、で今日イエス様と私の関係がうまくいってるかどうか、これがもっと大切なものだと思いますね。何ならばですね、これはエジプトを出ました、ね、イスラエルの民、ね、後悔、素晴らしい後悔の奇跡を経験しましたよ。塔の奇跡も経験しましたよ。本当に信仰を燃えました、燃えました。そしてですね、約束地に向かって旅を始めました。約150万から200万です、ね、はい。ところが砂漠の中を歩くんです、ね、大きな奇跡を経験して神様がいらっしゃる、神様を共にいてくださる、そういう信仰を持ってたのに、毎日毎日砂漠の中を、暑い中を旅行する。食べるものはマナだけですね。神様がもちろん雲で覆って守ってくださるとしてもですね、やっぱりもし夜になったらですね、恐ろしい蛇がいるのに気づかなかった。であまりにもブツブツ文句ばっかり言うもんだからですね、言うもんだから神様はですね、神の恵みの御手をおとりになったんです。自分たちがどんな恐ろしいところを旅しているか初めて気づくんですよ、ね、神様を守っていただけるから、砂漠に住んでいる動物の害から守られたのにですね、気づかなかった。神様が精霊の音力が音になったらですね、火の蛇がいっぱいいたんです。で噛まれて死んでいったんですね。噛まれてですね、もう起き上がれなくて、テントに寝ていたんですね。彼らは初めて目が覚めて、神様は助けてくださいって言い始めました。祈り始めましたですね。神様はすぐに手を出してですね、この中央に一本の竿を刺して、そこに火の蛇をお作りになって、これを見上げた者は病気が治り生きれると言われて、皆さん死にますかと、ね、テントの中で生きるか死ぬかの病気ですよ今皆さん、ね、モーセは神様こう言われました、ね、テントまで歩いてきて、
ね、これを見上げた。証拠はないんですよ。医者もいないんですよ。医者が言ったわけじゃない。ね、ただ神様はそう言って、はい、もうちょっと証拠ください。証拠をいただいたら私は行きますって言ったでしょうか。いいえ、神様何でもやる。ただ見上げなさい、来なさいというわけ。でエレン・ジ・ファイトはこうも書いてますね。蛇に噛まれた人たちは聖堂の蛇を仰いで見るのを遅らせることができた。こんな聖堂の象徴に何の効力があるのだろうかと疑うこともできた。彼らはまた科学的な説明を要求することもできた。だが何の説明も与えられなかった。彼らはモーセを通して与えられた神の言葉を信じなければならなかった。仰いで見ることを拒むことは滅びることであった。ここなんです。皆さんも大地震が起こった。なぜ起こった？専門家に聞いたら教えてくれますよ。なるほど、理由を。大陸棚が動いたとか何とか言って、なぜ台風が起こった、これはエルニーニョだとか言って、ちゃんと、ああ、分かりました。何にも解決になってないけども、納得できる理由はこれからどん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 専門家が教えてくれます。で医者も教えてくれます。しかし治す力はなかった。これからいろんな事例ありますけども、皆さんが専門家に聞いた新聞じゃなくて、まず聖書を読んで、イエス様が何て言われたか、イエス様はどう言われたか、これに心を向けない限りですね、我々は納得はしますけども解決にならない。いいでしょうか。でもちろんこの聖堂の蛇、これ私の罪の呪いとなって亡くなってかかったイエス様です。イエス様を仰ぎ見て我々は魂の救い、肉体の救いじゃなくてです。いいでしょうか。だからイエス様から身を離してはですね、救いはないんです。このようでこれからの時代、暗黒時代ですね、守ってくださるからイエス様ですから、皆さんの素晴らしい信じていらっしゃるイエス様と自分の関係をもう一回再確認する、これは何よりも大切ですね。すみませんさあ、そこでもうちょっと具体的に3つほど言いますね。御言葉を通して神の声に耳を傾けて、祈りを通して神様と交わる。だから皆さんもっとですね、その時間を多くしましょうね。はい、忙しいでしょうけどですね、この時間聖書を自分の読んでイエス様の声を聞く、はい、これ大事ですよ。イエス様はですね、御言葉を通して私たちに語りかけられますからですね、御言葉を読まなかったらイエス様と親しくなれませんよ。安息日のお説教も大切ですね。だけど日ごとにイエス様の声を聞く、イエス様に祈りというのはですね、困った時に祈るんじゃないでしょう。電話するんですね、愛するお友達と話をする、イエス様と交わるのが祈りなんです。イエス様ともっともっと身近になって親しく交わる、自分の持っている問題を打ち明ける、ね、こういう中にイエスへの信頼感が増してきます。これがしないとこれから起こる事件に対しては対処できないですよ。皆さんもっと神様と交わる時間を多くする、これはやっぱりぜひとも今日からでも決心してですね、はい、単に聖書を読むだけじゃなくてですね、イエスの声を聞く。私はヨハネの福音書大好きだからですね、本当にそこにたくさんのイエスの声がありますから、イエスを聞きながらですね、どういう意味なんだとよく考えますけども、若い時にはテモテがですね、テモテ、パウロがテモテ第二の手紙書きましたね、遺言書みたいな、あれが大好きでした。あれ見たらとても奮い立ちましたね。若い時ですよ。で私を取った老人パウロがですね、若い牧師であるテモテにこうしなさいと言って、とっても読んだらもう全てのものが消えました。はい、まあ、この中で今はヨハネの福音書大好きですね、イエスの声を聞こうと思って読んでおりますけども、相手にしますね、皆さんですね、どうぞイエス様の声を聞く、これは大事な一番大切なことです。2番目に、
自分の霊的必要を自覚する。自分は病気、どういう病気を持っているんだろうか。みんな長所あり欠点がありですね、弱いところがありますから、ね、そういうところを自覚して、ね、そこをですね、自覚してだけじゃなくて、それをですね、イエス様とか持っていく、下げることも必要ですけども、イエス様によって力をいただく。だから自分の弱いところを知ることもとても大切。霊的な弱さを知って、イエス様に謙遜に助けを求める。そしてイエス様が私のうちに宿られ、でイエス様は聖霊を通して、あなた方は神の宮であるとか、聖霊があなた方のうちに宿っていることを知らないのか。ポリですね、コリント第2の手紙書いてますね。我々のうちは神様が宿っていらっしゃる、ね、イエス様の命が私にあるんだ。で、古い肉の命はもう十字架へ捨てて、新しい命、イエス様がいただいた命で生きる。これはクリスチャン生活。古い命を修繕したり修理したり、なんとかこれはもう捨てたんです。なんだ、イエス様がいただいた新しい、蘇ったイエス様の命を持って生きるのはクリスチャン生活。これをちゃんと頭に入れてですね、イエス様と共に生きる喜び、こちらの方にぜひとも一日毎日そのことを考えていただきたいですね。で、この素晴らしい成果はですね、でもコロナウイルスの問題で、これも言葉がとてもいいと思うんですね。で、ますますおそらく日本にもですね、もう小学校、中学校、高校やめ、休校するほど日本全国にですね、この問題は恐怖感になってますけども、聖書に書いてますね。感謝と賛美の精神ほど、心身、心と体ですよ、心身の健康を増進するものはない。憂鬱、不満な気持ち、思想に抵抗することは、祈ることと同じように積極的な義務である。もう自然にですね、心配、悩み、怒り、憎しみ出てくるんです。もう抑えなくても出てくる、内側から。それを口に出すんじゃなくて止めることはできます。それを、怒りを出せばですね、怒られた本人も嫌ですけども、怒る本人がもっと大きな周知を受けるんです。一旦嘘をつけばですね、小さな嘘であっても、嘘を言った本人がもっと大きな刑罰を受けます。いいでしょうか。だからですね、我々にとってどんな病気であっても、支援があってもですね、その中で、なぜ神様からこういう支援が来たかですね、まず神様に感謝する、賛美するですね、この心は心と体の健康にはとても大事です。どうか皆さんですね、これから起こっている問題はどんどんどうしようという問題になるかもしれない。皆さんはそういう奴隷のようなですね、恐怖感に支配されないで、ね、神様をご存知ですから、神様に感謝します。神様を賛美します。こういう心を養っていかなきゃいけない。自然に来るんじゃない、養わなきゃいけない。これが品性と言います。そういう愛、喜び、ね、御霊に言えますか、御霊に愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、こういうのを、ね、作っていくのが品性なんです。イエス様の力によって、ぜひとも皆さん、ね、持って、これだけは天に持っていきます。天に持っていきます。他のものはお金であって何でもと、天に持っていけば捨てなきゃいけない。天に持っていくのは、イエス様にあって築いた品性、これは持っていきます。どうか皆さん、我々が宿っている御霊の神様に通して、こういう、これから起こってくるコロナの問題において、感謝と賛美の精神、心身の健康を増進するもない。逆に、ね、恐怖や不安や心配や怒り、この気持ちは、やればやるほど自分を病気にします。心だけじゃなくて、体も病気にします。はい、どうぞ、このことは覚えてくださいね。とても力になりますからね、はい、時間もとても来ましたけども、私のクリスチャン生活、この地上には、今日特別賛美がありました、この地上には永遠の都はない、来たらんとする都こそ私たちの求めているものである。クリスチャン生活はこの世で幸せを得るんじゃなくって、イエス様にある喜び、イエスにあって共に生きる喜び、これが私の最終目標です。それがまさに近づいている、ね、目の前に近づいている、これが私の信仰生活ですね。どうぞ皆さん方、一人一人ですね、今のどういう時に住んでいるかを聞いて、自分の信仰、イエスの関係を確かめていただきたいと思います。